石碑大見国庁跡は、滋賀県を移市大江3丁目、大江6丁目、三大寺に所在する、律令政下の地方行政機関の施設跡である。国の史跡に指定されている。1935年に、大見国府は、紅本郡聖田町、大江付近であると、歴史地理学者によって、学会誌に発表された。それまでは、全国的にも、国の実態はほとんど不明であり、 大見国庁の具体的位置や構造も詳細不明で和明章や獣、芥田章によって栗本軍内にあったことが知られる程度であった。その発表を裏付けたのは1963年と1965年の発掘調査で大見国庁の中枢部が確認された。国府の広さは8町から9町四方で、その南端中央部に国庁があり、東西2町。 南北山頂であったと推測されている。国庁地区の中心部には四方を築地米で囲まれた内閣がある。東西72.8メートル、南北は推定109メートルである。この成長の建物は河原石基壇からなる4軒の河原吹きの建物で、国庁の中軸線を中心に左右対称に配置されていた。基壇の上に東西七間。 南北5軒と推定される正殿の前殿があり、その後に南北を1軒分小さくしたような正殿の後殿があり、牢が付けられている。前殿の両側には南北に長く伸びる東西の脇殿が配置されている。基壇の規模は南北48.5メートル、東西9.2メートルである。この脇殿も前殿と牢で結ばれている。この成長の移行は前後に時期に区分される。 前期は奈良時代中頃、後期は同時代末から平安時代初期以降である。そして10世紀末頃までは存続したと考えられている。この大見国庁の成長の発掘調査によって地方行政機関の中枢部の様子が明らかにされ、その構造が中央成長の平城宮の大局殿や長道院などの構造に似ており、また共通する機能を持っていることも、 明らかになった。この後、大海国庁跡を参考にしながら、各国の国府の推定値や成長の構造、変遷が明らかになりつつある。ありがとうございます。